が空の人はいませんか？いたらリズさん、おけ。それでは皆さん、ご SAO クリア。今俺たちがいるのはアークソフィアのじゃない。そう、 SAO クリ。全国の SAO プレイヤーが一斉に覚醒したことについての大混乱は、目覚めた俺たちを待っていたのは。そんなわけで、みんなが一堂に会するのはアインクラッド攻略記念パーティー。たい、ふぅ、お疲れのご様子だな。まだリハビリの疲れが抜けきらない。2ヶ月前まで寝たきりだったのに、あんなに。ここ2ヶ月はみんな検査ばかりでゆっくり話せなかったからな。それにしても相変わらず。うるせえ、夜は繁盛。うちの嫁さんはしっかり者でな。おかげで俺はまたこうしてカウント。ま、アインクラッドと違ってリアルの客商売にはいろいろとしがらみもあるが、それに引き換え、こ、ちくしょう、明日も残業だよ。2年以上も寝たきりだったってのにこんなに働かせるなんて鬼かって。ま、こういうやつもいる。キリト、そんなむさ苦しい集団。そうです、せっかくリアルでキリトさんと会えたんですから。おい、引っ張るなよ。ああ、キリトせ、たく。エギルには美人の嫁さん、キリトは。行ってこい、キリト。みんなアインクラッドの英雄を魚にしたくて。やれやれ。それじゃ。ちくしょう！エギル、おかわり！見てください、キリトさん。へえ。確かに表情というか顔つきが似てる。さ、キリトさん。もちろんさ、アインクラッドとリアル住む世界がか、これからもよろしくな。まあ、リアルに帰れたのは嬉しいけど、やっぱりあんたに作ったダークリパルサーも。どんなゲームだって終わりはある。そしたらまた新しいゲームを始めればいいさ。あんたは生粋のゲーマーよね。あんな事件に巻き込まれ。リズはもう VRMMO はどうかな。でもそうね、新天地にリズ、その時にはキリトには売り子をやってもらおう。そうすればアスナと女の子のお客さんが殺到しそうだし、大。それは勘弁してくれ。こういう雰囲気は久しぶりね。ログアウトしてからずっと検査ばっかりで。シノン、だよな。私とリーファだけ、アバターとか、やっぱり、違和感があるか。いや、こうして話してみると、いや、何しろ。結構付き合い長かったから。そうね、私あんたには本当に感謝してる。だからまあ礼を言われるようなことじゃない。うん、でも言っておきたかったの。これ、あんたとは対等なと。俺はもともとそのつ。これからもよろしくな、キリト君。ようやくこの日はずっと楽しみにしてた。ああ、検査続きで。また、みんなでこうして集まれ。それもエギルの店でな。まる、こうしていると、また明日から攻略に出かけるよ。私もそうだよ。ユイちゃんも一緒に来れればよかったのにね。あ、そうだな。今でもたまに夢に見るの。湖畔の家で、今が嫌ってわけじゃないけど、もう二度とあそこには戻れないんだと。確かに SAO に三人一緒に暮らすって夢はこれからかな。ユイのデータはあるし、俺たち二人、俺たちが本当に幸せになるの。キリト君。そ
そうかな。それに俺は今でも、私だって。ごめん、俺ちょっと。ううん、そんなこと。私たち普通の男の、またここから始めようね。その後も宴は延々と。俺たちは過去の思い出、未来の夢、その顔はどれもそこの死んでいったプレイヤーたちを忘れたわけじゃない。それでもみんなが笑顔なのは SAO でかけがえのないものを手に入れたからだと。俺、冒険の中で得られた絆、 SAO ソードアートオンラインの世界を。茅場明彦がなぜソードアートオンラインという世界を作ったのかは、それでも不思議と茅場へ。俺は多分キリト、あのん楽しいなって思ってさ、こんな幸せ、これも全部キリトのおかげだな。そんなことはないさ。俺はそんな立派な人間じゃない。もし俺がフィリアを助けられたのだとしたら。そんなことないよ。ねえ、キリトは、黒の剣士はその2本の剣でたくさんの人を救ったんだよ。アインクラッドの人はみんなそう。キリトが SAO をクリアしてくれたおかげで、みんなリアルの世界に戻って、アインクラッドのことを少しでも。私は忘れない。黒の剣士としてたくさんの人を救った、それをずっと誇りに思って。でもなんだか別れのセリフ。え、別に俺たちはこれっきりってわけじゃないだろ。こっちの世界でも会えるんだし、もしフィリア一緒に他のゲームは。そっか、そうだよね。 SAO から出られたっていう事実が大きくてな。多分そろそろ誰かが言い出すんじゃないか。ねえみんな、もしいや、これからアルブ編。スグハちゃんがもともとやっていたゲームだ。ええ、そうなんです。妖精になるゲームですか。なんだ、空を飛ぶのって夢があっていいよね。どんなか。そうね、気持ちよさそうだけど歩くのとは違うからイメージしづらいかも。飛び方だったら私がみんなに教えてあげる。 ALO の世界だったらお兄ちゃんにだって負けないんだから。ほら、みんなもそのつもりみたいだ。またみんなで攻略会議して、レアアイテムに一喜一憂して、そしてみんなで同じ目標に向かって攻略していく。悪くない提案だと思うんだけど、どうかな。うん、キリトが行くところにならどこだってついていくよ。今度は最初から。もう離れ離れにはならないさ。だってもう俺たちは。今からやるのか行こうフィリア。うん、俺はもう一度旅に出る。世界樹のそびえ立つ ALO の世界へと。さあ冒険に行こう。なんだすぐ、どうした。あ、またコンピューターの勉強。ああ、このナーブギアに保存されたデータを展開するためのプログラムについてな。
ゆいちゃん、また会いたいな。絶対会えるさ。そのためにも、もっとコンピューターに詳しくならないとな。それより、何の用だ？飯にしては早いよな。あ、そうそう、お兄ちゃん宛てに手紙。ん？なんだこれ。ALO への招待書？私のやってた ALO のことだよね。中を見てみないと、なんとも。どれどれ。うん、やっぱりすぐのやってた VRMMO のことみたいだ。SAO の元プレイヤーに VRMMO の招待状をよこすって、ずいぶん無神経な差し出し人だな。で、なんて書いてあるの？ぜひ ALO をやってねってだけ？まあ、そんな感じだな。なんか招待コードもついてるな。あれかな、招待コードを入力すれば特別な装備をプレゼントみたいな。さあな、すぐが欲しいならあげるよ。ぜひコードを利用して ALO の世界をご堪能ください。ヒースクリフ。ヒースクリフだと？アスナからだ。ちょうどいい。もしもし、アスナ？あ、キイト君？じゃなかった、カズト君。キリトでいいよ。それより、さっき俺のところにヒースクリフから手紙が来て。正直わからない。だからそれを確かめるためにも ALO に入ってみようと思う。だね。キリト君はすぐ入れる？ SAO の時のナーブギアのままだけど、完全互換で動くらしいし問題ない。
っちも一緒。ちょっと被るのに抵抗はあるけどね。よし、それじゃあこの後すぐに ALO でお茶を。じゃあ。よし、それじゃあすぐこれから ALO を始めるから。うん、それはいいけど、 ALO でアスナさんとすぐに会うのはちょっと難しいかも。なんでだ？キャラクターを作るときに種族を選ぶんだけど、それによってスタート位置が違うの。そうなのか。それなら急いでアスナに連絡しないと。始めちゃってるっぽいな。仕方ない、運に任せて始めてみるよ。ここが ALO の世界にしても、なんだよすぐのやつ、種族を選ぶとか何にもなかったぞ。キリト君。あ、アスナ、こっちだ。やっぱりキリト君もだ。何がだ？格好、キリト君、SAO の時と同じ格好してる。え？それって何かおかしいのか？私たち ALO をプレイしているんだよ。なんで SAO の時の格好をしているの？そうか、確かに変だ。データをそのままこっちに移したみたいに。移す。あ、アイテム、アイテムはどうなってる？どうした？ある、あるよキリト君。ユイちゃんのプレゼント。俺の方は、
俺の方にもあるよ。でもそれだけじゃない。ブローチの他に MHCP001 って名前のアイテムが俺のところには入っている。そのクリスタル、もしかして。ヒースクリフからの贈り物なのか。団長の。迎えに行こう、アスナ。迎えに来たよ、ユイ。いい子でお留守番できました。